皆さんこんにちは無理やりのハロウィンウィーク決まってない。はい。ということで、えっと、ハロウィンウィーク第1回目になります。で、最初に謝っておきます。本当にごめんなさい。あの1個目から多分 多分というか、相当グロいです。で、なので、あの、もうここからピーで見ないでください。あの、もう苦手な方は本当に見ないでください。もうサムネから本当にグロいなと思いながら見てたと思うんですけれども、今回は、あの、100均で買ったこちらを使って、えっと、いろんなメイクをしていきたいと思います。で、今日のメイクは、ま、これを使って、ちょっと口をね、ちょっと漏れりうるさいので、口をこう、とりあえず塞ぎたいなと思って、 あのでも口を塞ぐのもいろんな手を本当は加えたいんだけれどもあのみんながあの簡単にできるようにしたいのでとりあえずあの手とかはそんなに加えないでこうやって口だけちょっと塞いでいこうかなと思いますということでメイク始めていきたいと思いますなので途中から多分音声入れると思うんで口塞ぐからちょっと喋れるまで喋りますねとりあえずねしましたあ意外と柔らかいんだななんかもうちょっと。 硬いいのかかななとと思ったけど意外おじゃです中にこういう両面テープが、まあ、去年の、あのー、多分ね立体傷口シールの新しい版なのであれなんですけど去年のを使った方は分かると思うんですけどこれかなり粘着力が本当に高いですなので一回閉じたらお口ずっと閉じたままになっちゃうので呼吸だけ確保してください。 この周りだけ本当に唇につかないところを周りだけつけていきます。はいとりあえず黙りますんう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 ん とりあえず口が塞がったのでこっちで説明をしていきたいと思います今私がつけているのが水で薄めたボンドになりますまあボンドそのまま塗ってもいいんですけど、まあ、肌にあまり良くないっていう、まあ、コメントだったりとかも前来たので、まあ、ちょっと今回は水でちょっと薄めて使いやすくしてみましたでリキッドラテックスが家にある方はリキッドラテックスでつけてもらってでティッシュを上からぐちゃぐちゃにして貼っていって、ね、この工程なんでかっていうと肌のキワとこの,あのマスクの キワのあの間を隠すためにやってます。はい。そしてこのキワが隠し終わったら、えっと、B B クリームとかファンデーションを使ってキワのこの白い部分を塗っていきます。ただあの隠しきれなくても最悪ファンデーション塗らなくてもね、あのアイシャドウを上から重ねてしまうので、あんまり気にならない子は全然塗らなくても大丈夫です。あのこのボンドとかの工程をまずやらなくて大丈夫です。あとはアイシャドウしかないよって子はアイシャドウで。 とりあえずあの赤くして黒くして紫にしてあの色合いを見ながらちょっとちっぽく仕上げてみてもいいと思います、はい、次に使うのがアイライナーになりますジェルライナーでもアイライナースティックアイライナーでも何でも OK ですであのこれはアイシャドウしかない子も全然大丈夫なんですけれども、えっと、フェイスペイントも使って OK ですとにかく黒くすれば大丈夫だと思っていただければはい でえっと、私がいつも言っているのが傷が深ければ深い分だけあの深い部分が黒く見えるのでとりあえず深くしたい部分を黒くあの中心に塗ってますこれはですね真ん中をめちゃ黒く塗ってるんですけど口裂けみたいにしたかったのでちょっと笑ってるスマイリーみたいな感じに避けてる感じにしてみましたで、えっと、こののマスクの あのすごくいいところの線の部分とかを生かして今回はメイクしてますそして全部の工程が終わったら赤と黒と紫のシャドウを使って全部ぼかしていきますなのであのリキッドラテックスとかボンドの下りをやらなかった子はここをとりあえずもう本当にうわーって塗ってもらってで私みたいにこんな感じで肌の際とあとはもう塗ってない部分とかを全部ね赤くとりあえず 怪我してるような感じでもいいしゾンビみたいにしてもいいしそこを本当にみんなの自由にやってみてください本当にあの顔はキャンバスなので本当にねめっちゃ私ぐちゃぐちゃになってるんですけどあのここのアイシャドウの部分はいっぱい塗ることが重要ですそして100均でも売ってる血糊を使ってくださいこの血のりねあの本当に取れにくくなっちゃったりとかするのであのバセリンとかちょっとやる前に塗っておくといいと思います でえっと、私は真ん中にねさっきも言ったように重点的にあの怪がしてる感じでやってるので真ん中と端っこを黒く塗ってるんですけど血のりを沿うようにこうやって縫っていきますはいそしてもう仕上げに入ります、えっと、血のりをこの粗の粗い粗の粗いあの何、ー、ていうんだろきめの粗いスポンジでパシャパシャとつけていきますこれは本当にスタンプを 押す感じでポポポポポン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 ,ポン,ポンっっっていっててやいいくださいでそうするとこんな感じでなんだろうな飛び散ったような血のあのー、表現ができます。でえっと横にこうシュッ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 ってやっても怪我したような感じにもなるのですごくナチュラルに飛び散ってる感が出ます。 はい血のりが終わった後は100均で買った注射器を使ってまたその血のりを薄めた血のりをねあの垂らしていきますなんかこの傷口からドバーって溢れてる感をやりたかったので注射器を今回は太めの、ね、注射器を買ってみましたであの本当に苦手な方はここまでであの止めても大丈夫ですあのメイクは終了となりますでここからが本当にみんな本格的にやりたい子はやってみてください あの、特殊メイクをしていて、いつも毎回反省することなんですけど、そういう時に限って、あの、汚れちゃいけない服を着てるっていうところが、本当に私ダメで、みんな本当に気をつけてくださいね。絶対汚れちゃいけない。汚れてもいい服でやってください。もう汚れちゃダメ、本当に。私もうこれで、何回血のりで汚したことか。わあ、もう今もなんかもう本当についてるし。もう本当に、マジで全然、あの、汚れてもいい服ね。 絶対に汚れててもいいい服でやってくださいあと汚れてもいい場所でやってくださいほんとこれだけはねあの怒られるから私もちょっとマジ怒られそう紅茶にほんとに <laughs> なので皆さんそれは気をつけてくださいねということで百均メイク完成です「TwitterInstagram の番組の ID は横に書いてあります」「ぜひチェックしてみてください」